アズールブラジル航空は、ブラジルのバルエリに拠点を置く、格安航空会社である。ビラコッポス国際空港に中期する、アズールブラジル航空エンブラエル190アメリカの、格安航空会社ジェットブルー航空の創業者として、知られているデイビッド・ニールマンの手によって、2008年5月5日に、設立した。ニールマンは、ジェットブルー創業以来同社の経営に携わり、 その急成長を支えたが、2007年に同社が悪天候の影響で多くの欠航便を出してしまったことを受け、その責任を取る形で CEO を解任された。ニールマンは取締役会議長という形で、経営陣に止まるかたわら、次の事業を開始することを模索、航空会社とフライトスクールの経営を目指した。ニールマンは新しい事業を起こす場所として、 自らの生まれ故郷であるブラジルを選んだ。その上で、ニールマンは2008年3月27日に新しい航空会社を立ち上げることを正式に発表。5月21日付で、ジェットブルーを退職し、本格的な事業準備に入った。そして同年12月15日、アズール航空はカンピーナス、サルバドル、ポルトアレグレを結んで運航を開始した。 2012年5月28日、地域航空会社、トリップ航空との統合を発表、2014年5月に統合を完了して、運航規模を拡大した。2014年12月、エアバス A330 から200による、フォートローダーデール及び、オーランド線を就航、長距離路線に進出した。アズールブラジル航空エアバス A330 から、 900ネオ2021年9月現在、アズールブラジル航空の機材は以下の通りである。地元ブラジルの航空機メーカーであるエンブラエル E、ジェットシリーズのほかエアバス、ATR などの欧州製機材が運航機材の中心である。ブラジル国内ではサウスウエスト航空のビジネスモデルを採用したゴル航空が格安航空会社として大きなシェアを占めていたが、 ニールマンは、アズール航空の運航開始後、これに対して、距離あたりの運賃で見れば、アメリカのそれと比較して、まだ50%高い。最終的には、バスの料金水準まで引き下げることが目標だとし、ゴル航空よりさらに安価な運賃を投入するとした。一方で、低価格争いだけを考えているわけではなく、サービスの向上に取り組むとも表明している。機内では、 大部分の機材の座席背面に液晶モニターを装備。ライブテレビとしてニューススポーツ番組、アニメなどが視聴可能。ソフトドリンクやスナック菓子も無料で提供する。また、A330 から200型機ではビジネスクラスが導入されている。ブラジルのリージョナル2社が統合へ引くトリップとアズール。フライチーム。2014年7月29日閲覧。 アズールブラジル航空、トリップとの統合が、最終段階5月にも完了。フライチーム、2014年7月29日閲覧。アズールブラジル航空、初の長距離路線で、フォートローダーデールに就航。フライチーム、2014年12月21日閲覧。AB、アズールブラジル航空、国際線2路線目となる、オーランド線に就航。 フライチーム、2014年12月21日閲覧。ニールマンが在籍していたジェットブルー航空でも同様のサービスが行われている。ありがとうございます。